今日11月8日はいい歯の日です。西宮市では子どもたちが楽しみながら予防歯科の大切さを学びました。このイベントはいい歯の日に合わせて兵庫県歯科医師会と生活用品メーカーのライオンが企画したものです。今日は600組の親子連れが参加し、歯科検診を体験したり自分だけの歯ブラシを作るなど楽しみながら正しい口腔内のケアについて学んでいました。めちゃくちゃ面白かった。どんなところが面白かった？歯科検診のところと口臭チェック。難しくなかったよ。めっちゃ楽しかった。綺麗だった？綺麗だった。あ、よかった。兵庫県歯科医師会は定期検診の大切さを呼びかけていきたいとしています。